それでは、テクテクリブレオフィス始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介しますのはですね、ドローを使った、図形の使い方というところですかね。そのあたりをちょっとご紹介していきたいと思います。うん、で、どんなところかというところなんですが、図形皆さんよく使われると思うんですけども、こんな感じでこう四角を設置をしてみたいなところですよね。うん、で例えば作業の流れをこう説明する時に、いくつか、こういう作業をしてこんな作業をして、こういうふうに流れていってくださいよっていう感じでこう作られると思うんですけど、ここのところにですね、矢印でつなげていきたいですよね。といったときに、これは結構メジャーな機能だとは思うんですが、コネクターというものがありまして、これをですね、例えば、元が丸で先が矢印になっているものを選択をして、で図形に近づけていくと、ここにこう、接着できる接着点というものが表示されますので、一つ選んで、ぐいっと引っ張っていくと、このように接続されるわけですね。でこのコネクターが便利なのは、図形をこう多少動かしてもですね、このように追随をして、つなげてくれると。これ非常に便利なわけですね。そうですね、かわいいですね、はい、でこれをこのようにつなげていって、横につなげてみますか。こんな感じでつなげていくと、流れが組めて、かつ例えばこうちょっとレイアウトを変えるかということをやってもですね、接続が切れないで、このようにですね、つなげた図を作ること、フローズといったらいいんですかね、を作ることができるというです、ね。フローチャートの時なんか便利そうですね。そうですね、はいはい。で、かつじゃあ例えば、先ほど接着点がこんな感じで4方向に表示されるんですけど、これじゃ足りないよという場合ですね、任意でこの接着点を、追加することもできます。で上のアイコンの中のこれですね、接着点機能というものを有効にしまして、で、ここですね、接着点を挿入と押すとプラスになりますので、例えばここにドンと、こんな感じで設置するわけですね。えらいところに、はい。外はいけないですね。この図形の中の任意の場所に設置することができると。はい。じゃあ実際につなげてみますか。こちらをつまんで、ドンと。行きましたね。はい。おお。なるほど、そんなところにできるのか。はい、で、かつですね、これ接着点に対してこう上からか下からというふうにつながってますけども、はい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 、ここを任意に、おお、そんなこともできるんだ。あ、これは有効無効なんですね。とすると、右向きだけを有効にすると右からつながると。なるほど。下向きにすれば下からつながるという、こんな感じのものになっておりますね。私そこまで使いこなしたことなかったですね。はい、私も今回、初めて使いましたここまで。で、他にもちょっと機能ありそうなんですが、一旦これについては、こんな感じのものが使えますよというところですね。もう一つがですね、綺麗なこういう図形を作っていこうと思ったときに、今これ適当に場所を置いてますけども、ちょっと並べたくなってきますよね。で、その時に使えるのがここにですね、並べるオブジェクトの整列という機能があります。で例えば、この辺を選択をして、じゃあこの左端の辺で揃えますかという場合には、
今このデフォルトの状態で引っ張り出せたかな、出せないな、左で揃えるというのを選択するとビッと揃うわけですね。ちょっと今図形の形的に分かりにくいんですが、いろんな幅のものがあるときに今度は右で揃えてみますと、こうですね、はい、こっち側で、並べることができると。で当然ながら、真ん中で揃えることも失敗、真ん中で中央揃えすることもできますと、まあ、こんな感じですね。はい、はい、であと結構ありそうなのはですね、いくつか図形があって、で、うん、この図形が、まあ、例えばこう適当に設置するけども、これを等幅で揃えたいなんていう場合ですね、まあ、こんな時にもここ実は便利な機能がありまして、うん、この辺を選択してですね、で右クリックをして、ここですね、分布という機能がありますので、でこれで、横並びで言うとこの水平方向左と、まあ、いくつかあるんですが、まあ、例えば等間隔でいってみますか。等間隔でポッと押すと、あ、ちょっと分かりにくいか、まあ、バラバラに置きましたと、で選択をしました。で、分布で等間隔というのを押すと、こんな感じですね。ここの間が等間隔の隙間で揃えることができると。でまたはいくつか種類がありますので、中央というのを選ぶと、どう並んだんでしょうねちょっと言葉です、真ん中、真ん中が等間隔になってるのかなということですかね。違うんかな、あ、ちょっと違うんかな、ここの間が等間隔か、おそらくそうですね。中央部分を基準に等間隔に並べますと、でまたはこの左端の位置の等間隔と、うんうんうん、まあこんな感じでですね、並べることができるわけですね。っていうのを使うとこのフローズ結構きれいに作っていけるかなと、うん、そうですね、これ結構使いますね、その等間隔もそうですね、これやっぱり結構便利です。あとなんかこれ見てて気になるのは、はい、矢印やっぱり線細いですねあ、デフォルト結構細いですよね。でちなみにこれを変更したい場合には、選択をしておいて、ここでですね、一つは線の種類を選ぶことができて、で太さもここで選ぶことができるようになってます。スタイルも適用できるんですっけ、これ、スタイルはですね、なかった気がする、ないですね、残念ながら、ないかんな、ないですね。スタイルできたらいいんですけど、そうですね、多分できないんじゃないかな、ここは個別に設定をする必要があるんですが、ただですね、選択した状態で、一つ選択した状態で、あれ、有効にならないな、なんでだ、かけマークをお見せしたいんですけども、コネクタ選択時はならないのかな。例えばですね、スタイルいけるんじゃないですか、スタイルいけるんですかね、多分ね、スタイル作ればいけるのかなっていう気がするんだけど、いけそうですか、まあ、例えばこんな矢印を使っていて、これをこう他の矢印にもこう共通のものにしたいという場合には、選択をした状態で、ここにハケマークがありますので、これをワンクリックした後で、ターゲットを選択すると、このようにうまくいってないですか何曲がってません、なんか変なことになりましたね
でも、右側見ると、なんか、うん。ちょっと機能的にうまくいってるのがバグってんのかな。まあ、一応、書式をコピーしてるはずなんですが、線、今、線のところが、なんでだ、開いた。なんかちょっとうまくいってないかな。そうですね。ただ、設定自体はいってる風ではある。うん、あ、でもこっちは行ってないですね。なんということでしょう。で、このような、バグを発見したときにですね、まあ、そのときにはぜひ、アスク掲示板にお寄せいただけると、解決の早道になるかもしれません。あ、今回うまくいきました。ですね、図形感はうまくいくみたいですね。シェイプはシェイプで、書式をコピーして、貼り付けとすると、このようにですね、書式を共通化していくということがワンタッチでできるようになっておりますと。うん、これはかなり便利ですね。多分ね、スタイルも適用はできると思うんですけどね。縫いつぶし、なし起こせ、何が、何がいいのかな、線とか。図形の中に、図形の中に線とかがあるんで、なるほど、その辺適用してやると多分これは何で選択、それはね、図形をまず選択しておいて、例えば、分かりやすいので、それでいきましょう。それで例えば塗りつぶし赤とかダブルクリックする。あ、確かにスタイル効きますね、これ。それでスタイルが適用されますね。うん、選択しといて適用するっていう。そうです。私は普段はそういう使い方してますね。これ、ね、うん、も右上にスタイル塗りつぶしモードとか、はい、サイドバーのところにスタイル塗りつぶしモードとかありますけど、スタイル新規作成、まあその辺使えば他の使い方も多分できるんです。複数に適用したいときはスタイルの塗りつぶしモードがいいかなと思いますね。はい、たくさん。それにしてもこれいい感じにグラデーションかかってて、いいですよね。うん、いいですね。これ、デフォルトのスタイルがそれなりに作られてるって。なんかこう、コネクターの線も多分線のところで選べば、そういうのが多分適用できると思いますね。なるほど。太めの線にしたりとか。あ、いけますね。いける感じですね。いけるんだけど、やっぱ細いな。もうちょっと太くしたい感じですね。スタイルのところで太くしとけばいい、うん。そうですね。だからそこでスタイルを変更して線の太さを変えてやると。うん。だって0センチになってますからね、幅。線の幅。11センチ？ん？いや、0センチ。ああ、いや、それは長さだと思います。はい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 。まあ、はい、とりあえずこのようにですね、はい、まあ、本来の整列とかは結構強力そうですね。そうですね、これはやっぱ整った、作図をしていくときには非常に、そうですね、チラシとか作るときでも、そうですね、使いますよね。はい、まあ、そんなわけでですね、こちらの、図形のコネクターと、あ、そうでした、もう一つ大事なことを忘れてました。ですね、ライターこれですね、ライターありますよね、ワープロソフトのライターですね。うんうん、でこちらの方って標準で、コネクタが使えないんですけども、全く使えないわけではなくてですね、これは、例えばこのコネクタがつながった状態で、作成したものをコピーをして、でライターに貼り付けるとですね、このように、持ってこれまして、でただ見た目で持ってきてるだけではなくて、実はちゃんとこれが、コネクターでとして働くということで、ライターでコネクターがないと思われがちなんですが、実はですね、ドローから、貼り付けをすることでこのコネクター機能をしっかり使うことができますと、こういうところがありますので、まあ、こんな感じでですね、
この図形の整列と、コネクタ機能ぜひ、活用していただければと思います。といったところで皆さんいかがでしょうか。はい、今見た目にもカラフルで綺麗な、デフォルトの青と違って美しいですね。そうですね、今日私これが一番の収穫でした。デフォルトデザインがあったのでいや意外にスタイルが良くなってるっていう、前からこうでしたっけっていう、それなのにこう初期がいまいちこう、初期がねちょっと渋いですよね。渋いですよね。うん、スタイルはちょっと前に大改定があって構造が変わりましたね。なるほど、いいの入ってます。これをネタにしてもよかったかもしれないですね。日々学びがありますね。はい、なんか知らないことばっかりです。そうですね。ありがとうございます、はい、といったところで、はい、今回のテクテクリブレオフィスは終わっていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。